願いいたします。対局場は江戸城で公式行事に用いられていた盆黒書院が当てられ、将軍家の前で将棋御三家が対局を披露いたしました。享保元年に八代将軍徳川吉宗がお城将棋の式日を毎年11月17日と定め、以後幕末まで続きました。これにちなみまして、日本将棋連盟では昭和50年より将棋の普及とファンとの交流を目的に11月17日を将棋の日と制定し、毎年その近い日にこのように表彰感謝の式典を行っております。それでは日本将棋連盟会長羽生善治よりご挨拶申し上げます。皆様こんにちは。本日はお忙しい中、第50回の将棋の日感謝の式典にお越しいただきまして、本当にありがとうございます。ただいま司会の方からもお話ありましたように、将棋の日というのはですね、1年に1回の、江戸時代の、お城将棋というところを、記念して、昭和50年1973年に、この日が制定されました。今日はですね、将棋の、普及、イベント、さまざまな、活動に、携われている方々に感謝を表す、そしてですね、昇段を果たされた方々、棋士で、大きな節目を、迎えられた方々の表彰する場でもあります。将棋連盟は今年創立100周年という大きな節目を迎えることもできました。これもですね、本日お越しの皆様方の本当に多大なるご支援のおかげだというふうにも考えておりますし、またこれをですね、次の100年、次の世代の方々にいい形でつなげていけるように、日本の伝統文化として継承していくということを進めていきたいというふうにも思っております。これを機にですね、さらに将棋界をご支援、ご声援をいただければ大変嬉しく思っておりますし、また将棋界の取り巻く環境というのもですね、非常に目まぐるしく変わっております。今の時代になってからですね、400年以上の歳月は流れていますので、守るべき伝統はしっかり守って、そして、変わるべきところは、今の時代に合わせて、しっかりと、変わっていくということも大事なのではないかなというふうに思っております。今後も、変わらぬ、ご支援をお願いいたしまして、簡単ですけれどもご挨拶に返させていただきます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。感謝状をお受けいただきます方々には、感謝状のほかに記念品とバッジが贈られます。このバッジは通称ドキンバッジと呼ばれる日本将棋連盟の正会員の証として、四段の棋士になった時に与えられるバッジと同じものです。会員以外では将棋界に特にご功労いただいた方にお送りしております。羽生会長、マイクの前までお願いいたします。お名前を言われました方はマイクの前までお越しください。感謝状、羽部康治様。感謝状、羽部康治殿。あなたは森の都支部長に就任以来、支部を中心とした多くの普及活動を活性化させ、地域の普及振興に多大な尽力をされました。今日の隆盛たるあるも、ひとえにその賜物と存じます。ここに第50回将棋の日を迎え、記念品を贈り、深く感謝の意を表します。令和6年11月17日、公益社団法人日本将棋連盟会長羽部善治、どうもありがとうございました。
原科里美様。はい。感謝状、原科里美殿。あなたは長年にわたって将棋を通して青少年の健全育成を図る目的で将棋の普及指導に携わり、多くの普及活動を活性化させ、地域の普及振興に多大な尽力をされました。今日の隆盛あるも、ひとえにその賜物と存じます。ここに第50回将棋の日を迎え、記念品を贈り、深く感謝の意を表します。令和6年11月17日、公益社団法人日本将棋連盟会長、羽生善治。どうもありがとうございました。記念品の方も本当にありがとうございます。